滋賀県は日本のほぼ中央に位置し、日本一の大きさを誇る琵琶湖を抱える自然豊かな地域で、さらに交通のアクセスが優れています。また宿泊施設や病院が充実しており、万一に備えてドクターヘリも運航しています。このような滋賀県には様々なスポーツ施設があり、多くのアスリートたちが練習に打ち込んでいます。日本一の大きさを誇る琵琶湖。その琵琶湖に源を発する瀬田川、ボート競技のメッカとして数多くのボート競技が実施されています。琵琶湖ローイングクラブ代表理事小原隆さん、障害のある人たちが活躍できる夢の舞台を支援したいと、障害者ボートに対するサポート体制と競技環境を整えてこられました。小原さんに滋賀県の障害者ボート競技の環境などを紹介していただきます。こちらが琵琶湖の想定場になります。あちらの奥の方がスタート、そして、こちらの赤白のポールのところがゴールの 1000m のコースになっています。また、あちらの奥の方がですね、瀬田川とつながっておりまして、しっかりとしたロング練習を、この場所ではできると思います。瀬田川の最大の良さはですね、非常にコンディションが、ご覧のようにこう安定していることが多いっていうことと、川幅も広いですし、距離もすごくこう長いので、しっかりとした練習ができることだと思っております。やっぱり僕たち障害者だけだと、船に乗るときとか船を出すときとかでも危険が伴うんですけど、やっぱり健常者の方が一緒にサポートしてくださって、お手伝いしていただける環境なので、僕たちも安心して安全に練習することができます。瀬田川の周りには、高校、大学、社会人のたくさんの艇庫がありますので、そちらに船を置くことも可能ですし、またエルゴメーターの貸し出しも、させていただきます。皆さんと一緒に、練習ができることを、楽しみに、お待ちしております。滋賀県ではカヌーも盛んに行われています。琵琶湖想定場のカヌーのスプリントはボートと共用となっており、 1000m のレーンのコースがあります。ここでは大きな大会も数多く行われています。ウェルカムトゥ滋賀。滋賀県には人々の心を捉えてやまない多数の歴史文化資産が残されています。また近江牛をはじめとするさまざまなグルメや湖上レジャーなどを楽しんでいただくことができます。豊かな自然、食文化、歴史文化資産に囲まれた魅力あふれる滋賀県へ、どうぞお越しください。